年始の音楽&バラエティ、バトル型音楽プログラムパワーオブ K ラボ7第1回から3回までをアンコール放送。その後7時15分からは結果発表、30分からはバックステージの模様もお届け。じゃあ皆さん、こんにちは。僕たちはファンキーギャラクシーです。ファンキーギャラクシーの3人がチェジュ島へグルメ旅行に出発。数々の名物料理と美しい風景に癒されます。5人組ガールズアイドルラブームの独占インタビューをアンコール放送。明るくてキュートな笑顔がいっぱい。スーパージュニア、レッドベルベット、トゥワイス、チャンドンゴン、チチャンウクなどトップアーティストと俳優が一堂集結。11月に行われた豪華祭典の模様を字幕付きで日本初放送。2019アジアアーティストアワーズ、俳優そしてサプライズのメンバーとして大活躍中のソガンジュンが沖縄でつかの間のお休み。普段は見ることのできない彼の素顔がたっぷり。ビックスの弟分として今年デビューしたベリベリー、作詞作曲振り付けなどを自ら行う多彩な彼らのプライベートとは。詳しくは DATV ホームページへ。